堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この街の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してる。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。世良ってのも立花不動産のも。いや、東条会の人間だ。日教連って組織だな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、その世良って男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してるんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。
でか。お願いします。いらっしゃいませ。ん、初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん。ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。ん、特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。あんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ。蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のせいや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児。立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも
自然とガキン頃からマフィアに馴染んでたそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んだった。小田よ、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれほんま、ほなごめんな、ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。来たな、桐生。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。街中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたこと、世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでるんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだよな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ、なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。
橘不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。橘不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。わかりました。橘さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。
いつらマジかよ。キリュウ、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと撃ちまくれ。
しばらくここに隠れる。気づいてたんだ。落ち着け、織田。彼女が不安がる。うせえ！それが何だ！私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか。痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ。織田、動くな。キリュウ、動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ織田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか。キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味が分からねえようだ。どういうことなんだ。一から説明しろ。
俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチョ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ。
早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを仕留めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。オーダー、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだった。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。キリュウさん、織田さんは？だ、今は何も言うな。ありがとうよ。女どこだ。
わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前、私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか、立花を探すために。うん、2年前、東京から家出して蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。さっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。
近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは、立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ、おい、いるか。ん？おお、なんだ桐生さん、あんたまだ生きてたの。お、おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが、他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です、すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子がなんで。あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ、引き受けた。
桐生さんだな。立花に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん、ここの顔役か。ああ、ついてきな。立花は無事なのか。来ればわかるよ。立花。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容態が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした。桐生さん、もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。立花、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。大田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。大田は誠を殺そうとした。どういうことですか。それで大阪を出たきり、小田とは連絡が取れていない。おそらく小田さんはもう生きてはいないでしょう。カムナ、全ては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今小田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイズと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて、その後中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた。そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。
探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目に遭ったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹が神楽町から姿を消していたこと、母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがて神楽町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが空の一坪。ええ、堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てにうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一粒が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった勝間さんに交渉を申し入れたんです。守るために。おやすさんを交渉相手に選んだのは何でだ。風間さんが堂島総兵に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島総兵の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島総兵が殻の一粒を手にすれば、それを手にやり東条会本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東条会の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つ神室町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一つにまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東条会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。俺にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を
探してくれていたんです。立花、キリュウさん、私は妹にシャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。アジア界にいることはできませんね。キリュウさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした。誰かに見られています。何。キリュウさん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオクエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオクエイならそれができます。なんだと。彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少子，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは私を生け捕ることです。キリュウさん、
今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが、あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。陳さん、立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな、空の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源蔵という男が持っていた土地の一部だった。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源蔵には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。
皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア街はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ。え、立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ錦山。錦もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようよ。キリ桐生、立花は今久瀬の兄貴が拷問してる。もう殻の一つ子が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってのはどいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。殻の一坪は直堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。え、違うか桐生。自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。
認識。覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ。行くぞ。負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。うん、牧村誠をそこにかくまっている。立花を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、分かった、行くぞ。電話するよ。なあ、キリュウ、おめえ今までよく生き延びたよ。おっと、何すんだよ。ちゃんって、分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って、立花。え、この子殻の一坪の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。
橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺が、あいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が、命に代えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん。兄をお願いします。お願い、お願いだから。分かった、すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キリュウ。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ってのは信用できるのか。はあ、俺は立花が連れてかれた後、キリュウさんだね。陣さん、立花の居所はつかめたか。空の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ、クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、キリュウさん。ニシキ、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった、とにかく急ごう。よし、やってやろうぜ、キリュウ。じゃあ次、6本目行こうか。ああ、7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに
まあな。手の指と合わせて残りたったの8本。全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減開けや、おら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久手さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえは殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらねえ兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや。この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ、おら。バカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ、はっ！
ありがとよ。できたな。ガンガン行こうぜ。キリュウ。立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花、キリュウス、ラオグエよ。あやつってのはドージマ総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人はドージマが引いています。クガ様さ、排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんでこんなことに。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。取り残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。
キリュウ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？お兄ちゃん。